サバデー。サバデー、エス、ベータ、ズアは、スペイン、カタルーニャ州バルセロナ県の都市、バリエス・ウクシダンタルに属す。リポイ川の南、バルセロナの北西 20km にある。カタルーニャ語では、サバデーと読むが、カスティーリア語での読みは、サバデル、または、サバデールとなる。以下では、カタルーニャ語での表記に統一する。サバデーは、 隣接するタラサと共に、宝石工場を持つカタルーニャでの産業革命の先駆者であった。19世紀半ば、スペイン国内では、最も重要な羊毛の集約地となり、カタルーニャのマンチェスターとの異名を取った。今日でも、この繁栄の時代の宝石工場が未だに見られ、その多くは、住居や商業施設として、再利用されている。近年のサバデーは、商業、 金融業及び工業を基盤とする都市であり、目を引くような農業活動は見受けられない。サバデーは、バルセロナの北西バリエス・ウクシダンタルの中ほどに位置し、バルセロナとはおよそ2 0トル離れている。市街地の東側にリポイ川の渓谷が南北に貫く。南部のバルバラアダル、バリエスとは地域を接し、周辺自治体と小都市圏を形成している。 ローマ時代、アラゴネ、アリガンと呼ばれる小さな集落が現在のラサルト教会近くの地にあった。これが中世にはアラオーナ、アラナ、アラナと呼ばれる町となった。その後、別の集落がリポイ川の対岸に建設された。この第二の集落は平野部に位置し、サバデーと呼ばれた。サバデーは拡大し、1378年には人口600人。 152世帯を数えた。サバデーは壁で囲まれていたが、16世紀には人口が増加し、いくつかの住宅が壁外に建てられた。当時、最初の織物工場が町に登場し、特に羊毛を用いた衣類を作るのに貢献した。羊毛工業は続く、数世紀にわたって成長。そして1800年時点の町の人口はおよそ2000人であった。 19世紀には町に2つの重要な発展がもたらされた。1856年に鉄道路線が開通。1877年には町から市へと昇格した。1897年の調査では、主人公は23,044万人であった。市はスペイン国内で最も重要な羊毛衣類生産地となり、これらの製品が世界的な名声を獲得した。 アール・ヌーボーと関連したモデルニスモ運動が、1900年代、初頭の都市の建築に重要な影響を及ぼした。モデルニスモの建築として、スイスホテル、1902年、ユックテイ、1908年、サバデー貯蓄銀行、1915年、旧水塔1918年、中央市場、1930年などが挙げられ、これらは20世紀半ばまでに建てられた。 20世紀初頭、タラサとサバデーは最高水準の織物業都市であった。これが天然資源に乏しい土地を推進する力となり、繊維産業、機械製造業や経済の近代化といった産業を押し上げた。この経済活動のため、サバデーは1950年代から1970年代初頭にかけ、スペイン国内から移民の波が押し寄せ、都市圏拡大を管理できず、 の利益や、東レイコールロメウのような新たな近隣居住区創設を促した。産業と人口の拡大は重要な労働者運動の発生の土壌となった。カタルーニャ愛国者、社会主義者、無政府主義者の政党が、スペイン内戦、1936年から1939年の動乱まで非常に影響力を持っていた。内戦がファシスト側勝利になり、 サバデーは対抗の段階となった。しかし、1950年代に産業は復活しさらに成長していった。産業は労働者を必要とし、多くの人々がアンダルシア、ムルシア、エストレマドゥーラ、カスティーリアといったスペイン各地から織物産業と機械産業に従事するため集まった。再び新たな労働者運動とカタルーニャ愛国運動が発生した。これは、 カトリック教会の支援を受け、ハンフランシスコ・フランコ独裁の背景があった。サバデーは、共産主義者、社会主義者、カタルーニャ愛国者、カトリック、その他ハンフランコ派が集まって、多様な党派が組織したカタルーニャ議会の開催地となった。1973年のオイルショック、1975年のフランコの死は、スペインそしてサバデーにおける重要な変化を意味した。 経済危機により、経済活動の多様化が進んだ。新たな商業施設、そして、レクリエーション地域、イークスマッチアが伝統ある工場の隣に現れ、市の重要な経済発展を牽引している。主要道路で都市と結ばれている。バルセロナからの所要時間は、約20から30分市内の鉄道路線は、バルセロナ近郊区間に含まれ、レンフェおよび、カタルーニャ公営鉄道で、 バルセロナと直結している。バルセロナからの所要時間は30から45分。周辺自治体への近郊バスのほとんどが発着し、地域の中心地となっている。その他1992年のバルセロナオリンピックでは、サバデーでは、サッカー予選が行われた。試合はノバ・クレウアルタスタジアムで行われた。このスタジアムは、プロサッカークラブ CE サバデルの本拠地である。 その他の主要、スポーツクラブには、3万人以上の会員のいるクラブ、ナタシオ・サバデイ・ CNS、水球と水泳、ウニオン・エシクル・シオニスタで、サバデイ・ユーズ、今イマイ,エイコールサバデイイコールガスパ、バスケットボールなどがある。歴史的、芸術的な建築物が市内にある。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。